はい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 。もう巨人はヘルナンデスのチームになりました。ちょっとそれはまあ冗談なんですけども、まあそれぐらいね、存在感をマジで出してくれてると思うし、本当に皆さん考えてみて、ヘルナンデスがいなかった巨人、やばくないっすか？てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対スワローズの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、結果からなんですけども、今日はですね、4対3でジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょ、よいしょ、というところでですね、まあ、試合見てた方はわかると思うんですけども、まあ、やはりヘルナンデス選手の存在がものすごく大きいですよと。まあ今日もホームランも打ってますし、まあファインプレーもね、すごいピンチでしましたし、まあヘルナンデスがいなかったらどうなってんねんっていう巨人がね、それぐらいのレベルにね、なってるんじゃないかなというふうに思うし、まあ非常にシーズン途中というところで、まあ補強したんですけども、本当にね、来てくれてよかったなっていう感じはすごく、してます。はい、じゃあね、今日の試合の、まあ一言メモを言わさせてください。はい、こちらになります。菅野の代役、またき、粘った、佐々木、即スタメン、大城、ファースト起用。で、ヘルナンデスが、まあ、頼りに なりすぎるというところ、ございますと。はい、まずちょっと軽く見ていきますとね。まあ、今日菅野さんが先発だったんですよ。なんですけど、まあ、腰痛いって言って、まあ、緊急降板というか、緊急で、先発が変わったんですよね。で、まあ、またき投手が、まあ、行くっていう形になってね、すごくやっぱりアクシデントというか、まあ、心の準備とか、まあ、いろいろ大変だったと思うんですけども、まあ、そこをね、まあ、なんとか粘った。まあ、別に、めちゃくちゃいいピッチングかって言われると、そうではないし、正直言うとね、なかなか変化球がストライク入らなかったりとか、まあ、苦し紛れにまっすぐ行って、まあ、それを打たれたりとかありましたけども、まあ、結果的に、まあ、しっかりね、代役というところを務めたのは非常に素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思います。で、菅野さんの、まあ、状態なんですけど、まあ、来週ね、きっちり、投げるようにしますっていうふうに、まあ、コメントがあったんで、そこはね、まあ、来週、まあ、この間も、風邪かな、体調不良もありましたし、まあ、腰痛っていうところで、まあ、ちょっと、まあ、ぎっくり腰的なところだと思うんですけども、そこをね、まあ、やっぱり、まあね、全員でカバーできたっていう形になるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、佐々木即スタメンファースト、大城ファースト起用ってとこなんですけど、まあ、佐々木選手がね、最近2軍で調子が良くて、まあ、秋広選手と交代で昇格してきましたと。で、まあ、大体、ジャイアンツ今年見てますと、まあ、上げた時にすぐ即スタメンで使うことが多いんで、まあ、おそらく今日、佐々木選手がレフトかどっかで出るだろうというふうに思ってて、まあ、結果ね、まあ、2番レフトというところ出てましたと。まあ、ヒットも、まあ、打ってましたし、まあ、その、まあ、起爆剤というか、もう、ほんまにな、今のヘルナンデスみたいな感じになってくれるかって言ったら、それはちょっとわからないんですけども、まあ、そこをね、今、まあ、レフトというところは空いてますから、非常に若手の争いになっているんじゃないかなというふうに思います。で、大城選手のファーストの起用なんですけど、まあ、その、まあ、ファースト起用ね、僕はそこまで、まあ本当にもう最後の最後だと思うんです。正直もう最後のオプションというか、最後の選択肢だと思うんですよ。で、今までこれをやらなかったっていうのは、おそらく、まあサードに坂本さんがいて、まあ状態がね、そこまでめちゃくちゃ悪くなかったんで、まあ坂本使っておこうかっていう、坂本を使おうっていう感じだったと思うんですけど、まあ坂本さんの状態がね、あまりにも悪いと。あまりにもしんどいっていうところで、まあ、サードをカズマにして、ファーストをね、まあ、大城さんにするというところで、まあ、コメントとかでも、阿部監督のね、コメントとかでも言ってましたけども、まあ、ミスしたら、俺が謝るからっていうふうに言ってるんで、まあ、やはり、それだけね、まあ、慣れてないポジションなんで、まあ、そんなね、例えばエラーであったりとか、なんかこう、ミスがあったとしても、もう、全部俺がもう、言うからっていう形なんでね。まあそういったところもあるんだけども、やはり最近点があまりにも取れてないというところで、まあそこをね、リスクを犯してでも、まあ打力のある大城さんを使っていこうという形だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、もう最後の最後かなっていうふうに思いますね。はい、で最後ヘルナンデスが頼りになりすぎるというところなんですけど、
まあ頼りになりすぎるよね。まあ今日詳しく後で見ていくんだけど、もう素晴らしいよね。野球 IQ もそうだし、まあしっかりその頭を使った上でね、それを実行できるっていうところがね、彼のすごいところかなって。取り組みもね、いいみたいなんで、非常に、ね、そういったところは若手の選手とかもね、見習っていくべきだと思うし、まあ言語とかもね、違うと思うんですけども、まあ通訳さん返しながらね、いろいろ若手の選手とか、若手じゃなくてもそうですけども、聞きに行くっていうところもね、大切かなっていうふうに思うので、まあそこはね、もうそんな言ってられないんでね、いい選手のいい考え、どういうふうにね、取り組んでるかっていうところは、もう積極的に盗んでいくべきかなっていうふうに思います。はい、じゃあね、さらっと得点シーン振り返っていきますけども、まあ先制したのはカズマのあのタイムリーがありまして、まあこれもね、牽制球のあの冒頭があって、ランナー三塁まで進んで、タイムリーというところでね、まあそれもね、しっかり返せたのは良かったと思います。で、3回裏ですね、ヘルナンデスのこのホームラン、後で、詳しく解説していきます。で、2アウト2塁から吉川選手の、まあ2ベースというところで、この回ね、ヘルナンデスのホームランだけで終わらなかったっていうのは非常に良かったですよね。で、4回に、2アウト1、3塁で西川選手にね、まあ、変わったばっかりの赤星投手が、まあ、ホームラン打たれてしまって3点ですけども、そこからね、ゼロ更新が続きまして、4対3で、勝ちましたというところです。はい、じゃあちょっと僕が気になったところをね、しっかり、詳しく、わかりやすく、面白く見ていきたいと思います。はい、まず1回表なんですけど、先ほど言ったように、菅野投手、まあ、腰痛で、多分おそらくぎっくり腰だと思うんですけど、登板回避しましたと。で、また木投手がね、出てて、先頭バッターですよ。西川選手、パーン打って、いきなり、こう投げ終わった後のこの右肘にガーン当たるんですよ。ボールが。もうそれもアクシデントのアクシデントか言って、そんなアクシデントあるかって、ね、ぐらいアクシデントが続いたんですけど、まあなんとかね、これね、まあ治療して戻ってこれたっていうのは非常にね、まあ二次災害じゃないけど、そういったことにならなくて非常に良かったなというふうに思います。はい、で、次1回からね、先ほど言ったように、まあそのヤフレか、が、ボート投げたんですよね、牽制ね、佐々木選手のセンター前ヒットでランナー一塁で、で、ツーアウト一塁で岡本選手の時に牽制でね、ボート振ったんですよ。それも、まあこう、牽制ってね、まあいろいろボークとかいろいろあるんだけど、一回、ピッチャーがね、こうピッて動いたんですよ。ピッて動いて、そっからもう一回投げ直したんですよ。で、その時に、佐々木選手が、おい、ボークやろみたいな感じで言ったんだけど、それを気にせず、バーン投げてきたんですよ。で、それで、ボート投げちゃったんですよね。で、普通、だいたいああいう、なんか、ピッチャーがこう、なんか、ボーク、まがいのことした時に、だいたいピッチャーって、牽制とか投げないんですけど、多分おそらくサインかなんかが出てて、多分、ピクって動いたけども、ああ、投げなあかんわみたいな感じで投げて、で、それもう結局冒頭になっちゃったっていうね。もう、ヤクルトからしたら最悪やなっていう、ところ。で、それで一気に3塁まで行けたっていうのは非常にすごかったんですよね。良かったんですよね。で、岡本選手の、まあこれタイムリーというところで、まあ先制できたっていうところで、まあヤクルトからしたら最悪っすよね。もうこんな冒頭投げて、ボークまがいの感じで冒頭投げて、で、それでね、結局4番に打たれてみたいな感じで、まあ、ジャイアンツからしたら、まあ、おこぼれというか、ラッキーっていう感じ、ヤクルトからしたら、何してんねんみたいな感じのね、点の取られ方ですよね。で、2回表ね、これ、ツーアウト満塁で、丸山選手をまあ、サードライナーで打ち取ったっていうところなんですけど、まあ、結構まあ、もう耐えたなっていう回ですね、ここはね。まあ、これ、マタキ選手ね、まあ、先頭の山田選手にまあ、ツーベース打たれて、で、オスナフォアボール出して、で、中村選手、ノーアウト1、2塁で見逃し三振、これ良かったんですよね。これ、インサイド、徹底的にね、まっすぐついて、で、意識させて最後、スラーブで三振。で、ヤフーレバーンとしますと、で、2、3塁になって、西川選手ね、先ほど、まあ、ピッチャーライナー当てられてますと。で、まあ、警戒もしながらっていうところで、まあ、フォアボール出しちゃうと。で、まあ、2アウト満塁でね、あこれやばいなと。丸山選手もね、まあ、いい選手なんで、これで点取られたらマジで地獄やなっていう感じだったんですけど、なんとかサードライナー、いい当たりだったんですけど、サードライナーっていうところで、非常にね、これが打球が1メーター、2メーターずれてたら、今日試合どうなってたかなっていうふうにね、怖い、怖いというかね、非常に、これは本当にね、耐えたなっていう感じですよね。で、次2回裏ですけども、ちょっとね、苦言というかね、言わせていただきたいんですけど、まあ、この回、先頭の吉川選手がフォアボール出ますと。で、岸田がバント決めますと。で、ワンアウト2塁だったんですよ。で、泉口選手ね、まあ、結果見逃し三振したんですけど、まあ、はっきり言うと何狙ってたんっていう、何がしたいのっていうところなんですよね。どういうことかっていうと、今日のヤフーレ、めっちゃ球、高かったんですよ。で、そもそもヤフーレってどういうピッチャーかって言われると、結構球種多いんですよ。で、球種多くて、
いろいろ球を動かしながら、まあ、ゴロを打たしていくっていうピッチャーなんですよね。そのピッチャーが今日ですね、めちゃくちゃ球浮いてたんですよ。だから、あんまりゴロを打たしたりとかっていうピッチングが、今この場面では、この場面まででは全然できてなかったんですよね。っていうことは、バッターは何を狙っていかないといけないかって言ったら、やっぱ高めの変化球だと思うんですよ。どう考えてもね。低めなんかどうせ打たされて、ゴロになっちゃうピッチャーなんでね、もともとそういう特徴のあるピッチャーなんで、そんだけ高め浮いてるんだったら、高めの変化球狙っていくっていうのが、まあもうセオリーだと思うし、普通に野球、ある程度分かるやつだったら分かるんですよね。で、ここで、まあ見逃し三振するんですけど、まあ結局これも、チェンジアップ2球来て、カーブ2球来て、最後、インサイドでね、まっすぐドーンってこらえて見逃し三振するんですけど、じゃあなんでこのチェンジアップ2球とカーブ2球来てて、まあ計4球変化球来てるんですよ。で、ほぼ全部高めなんですよ。まあ、なんでそれを狙っていかないっていうかね。うん。別に特定の球種に貼らなくてもいいと思うし、もう変化球タイミングで待っといて高め浮いてきたらとりあえずバット出すっていうイメージで、待っとけば絶対打てるボールなんですよ、こんなんね。だけど、それをせずに、もう何を狙ってんのかっていうのが、ちょっと頭ぐちゃぐちゃというか、ちょっと整理できなかったなっていうところがあるんで、そういったところは、まあ、泉口選手の好きというかね。まあ、その、今結構試合出てますけど、まあ、こういうのをしてると、ちょっときついなっていう感じはするんでね。まあ、明日以降ね、明日以降、明日はまあ、休みですけども、まあ、また試合ね、出ると思いますから、頭整理してね、しっかり、状況見ながらね、やってもらいたいなというふうに思います。で、3回表ね、これ、マタギ投手めっちゃ良かったんですよ。で、安倍監督がこの2回終わってから、マタギ投手のとこ行って、声をかけたみたいなんですよね。で、まあ、どういった、話をしたっていうのは、詳しくは、わからないんで、だけど、まあ、そのインタビューなんかで答えられてる感じから言うと、変化球が入ってなくて、もうそれだったらキャッチャーリードできないから、もうゾーンでいいから投げていけ、みたいな感じで、言ったみたいなんですよ。で、それで、この回めっちゃ良かったんですよ。三者三振で、テンポも良くて、インサイドにもね、しっかりまっすぐ投げ込んでて、変化球もストライク入ってっていう回が、この回ね、3番、4番、5番だったんですけど、三者三振取ったんで、もう初めからそれぐらいの感じでね、やってくれたら、多分もっと評価も上がると思うし、うん、非常にね、この回っていうのはマジで良かったですね。強力打線のね、これ3、4、5っていうところを三振取れるっていうのは素晴らしいなと思いました。はい、次3回裏なんですけど、まあ、この回ね、3点取った回なんですかね、回ですね、回なんですけど、まあ、結局、まあ、ヘルナンデス、まあ、マルさんもそうですし、まあ、マルさんのツーベースというところもそうですし、ヘルナンデスのホームランね、これね、まあ、マルさんで言ったら、やっぱ、欲を出さないよね。なんて言うんだろう。もう本当に来たボールをそのまま返すみたいな。なんて言う。アウトコース来たら、レフト前みたいな。インコース来たら、ライト前みたいな感じで、もう、なんかホームラン捨ててる感じというか、結構もう本当にもう素直に、もう出塁することだけを素直に考えてるっていう、バッティングできてるんで、こんだけ状態がいいんじゃないかなというふうに思います。で、佐々木選手バントして、ワンアウト三塁でしょ？で、先ほど言ったように、やっぱまだ高め浮いてるんですよ。うん、球ね。で、ヘルナンデスさっき変化球で三振取られてるんですよ。で、このところから、やっぱこういうの見て、やっぱり、詰まらしたいとかね。やっぱ高めの変化球が、やっぱ犠牲フライ打ちやすかったりするんで、やっぱバッテリーもそれ分かってるから、やっぱ近いところの速いボールっていうのを攻めがちなんですよ、こういう場面ってね。で、そこで1球目インハイにね、来るんですよ。で、結構厳しいボールね、ボール。で、2球目、もう一回、それより甘いんだけど、まあ、インサイドの、まあ、インハイぐらい、ストライクギリギリかなぐらいのインハイ来たんですよ。で、普通に打ったら、ファールになるんですよ。で、これちょっと難しい話します。はい。これね、ここにボール来るじゃないですか、インハイね。で、普通に打つバッターって、こう体が回ってこうやって打つんですよ。これわかる通り、ここで当たってるじゃないですか。こういう感じで当たってるでしょ、バット。絶対ファールになるんですよ。だけど、ヘルナンデスの今日の打ち方っていうのは、ここインハイ来るでしょ。で、普通に打ったらこう当たるんだけど、それを、こう当てるんですよ。わかります？バットの角度をこう当てるんじゃなくて、インハイのボールに対して。こう当てるんですよ。いわゆる縦振りというか、こう当てるんじゃなくて、こう当てるんですよ。わかりますかね？その違いわかりますかね？ちょっと左で見といてほしいんですけど、こう当てるか、インハイのボールを。こう当てるか。うん。よく坂本さんとかがやったりするんですけど、まあ縦振りというか、なかなかね、この辺のインハイのボールなんか、普通に言ったら絶対ファールなんですよ。で、今日の、これ、多分ツーシームなんですけど、まあ食い込んできてるボールなんで余計ファールになるんですけど、そこを、ヘルナンデスは、どっちかっていうと、胸を見せるっていうよりかは、こう、なんて言うんだろう。
剣士が刀を抜くみたいな感じ、こういう感じの、こういう縦振りで振ってるからこれホームランなんですよ。これ相当高等技術なんですよね。めちゃくちゃ技術高いんですよね。普通だったらファール、僕なんかが打っても絶対ファールにしかならん、ファールか空振りにしかならんんですけど、それをヘルナンデスがやっぱ待ってたのかわからないけど、やっぱりこうなんていうの、刀を抜くような感じでパーンって振ってるからもうギリギリかもしれんけどホームランになるっていうところで、これはね、まあジャイアンツで言ったら坂本さんとかがよくやるような高等技術ですね。非常に素晴らしいと思います。で、ツーアウトからこれ大塩さんのね、これレフトのツーベースも、結局これツーシーム打ってるんだけど、高めのツーシームなんですけど、やっぱ逆方向に打ってるから、あえてね、打球が伸びたりすると思うし、で、ツーアウト二塁からの吉川選手のこれね、ツーベースも、すごくいい攻めしてたんですよ。ヤフーレのね、めっちゃいい攻めしてたんですけど、最後の最後のカーブだけ浮いてきたんですよ。それをしっかりね、浮いてきたボールを捉えたっていうところで、吉川選手のね、マッチも素晴らしいと思うし、技術っていうところも非常に良かったですね。やっぱりだから今日の、まあヤフーレの反省点っていうところは、やっぱり自分のピッチングスタイルができなかった。うん、ゴロを打たすような配球。もうそうだし、投球ができなかったっていうところで、ジャイアンツはそれにつけ込んでしっかり高め、まあ真ん中より高めぐらいの変化球をしっかり叩きに行けたっていうところが、まあね、今日勝てた要因かなっていう、点取れた要因かなっていうふうに思います。で、次ですね、これ4回表、まあそのホームラン打たれるんですよ、これ西川選手にね、ホームラン打たれると。で、これも、まあ、その、先頭、山田選手に二塁打打たれて、オスナ選手に、レフト前打たれて、まあ、この辺でも、マサキ選手きついなっていう感じだったんですよ。で、ノーアウト一三塁で、中村選手を三振取って、まあ、ここで赤星投手にスイッチするんですよね。で、北村選手ね、もともとま、ジャイアンツにいましたと。で、シュート三球いって、浅いライトフライで、タッチアップできず。で、ツーアウト一三塁というところで、西川選手のホームランなんですけど、まあこれもカットボール行ってボールになって、でカーブ外からのカーブ行ってストライク取って、で、外からのカーブだったんでインサイドにまっすぐ行って詰まらしたかったっていうのがあったと思うんですよね。なんだけどそれがちょっとシュート回転して真ん中入って、ホームラン打たれるっていうところで、まあそのインコースってまあ本当に難しくて、やっぱちょっと甘くなっちゃうとホームランボールになっちゃったりとかするんで、そこはやっぱピッチャーね、で、ましてや東京ドームっていうちょっと狭い球場だし、飛びやすい球場なんで、そこはね、やっぱインサイドに投げていくっていうのが全部が全部いいっていうわけではないんだけど、その投げるときはやっぱりね、ホームランもあるかもしれないっていう最新の注意を払いながらね、しっかり投げていくっていうのは大事だと思うし、まあね、逆にですけど、今日の西川選手のこの調子からすれば、なかなかね、やっぱりインサイドを投げていかないと抑えられないっていうところがあるんで、うん、だから投げていったと思うんだけど、それがまあ、その抑えていく過程の中でね、甘く入ってしまったっていうところで、まあおそらく最後フォークボールとか行きたかったと思うんだけど、それが、そのね、行く前にね、ホームラン打たれてしまったっていうところで、まあこれは失投だったかなというふうに思いますと。で、次、5回表ですね。これね、ヘルナンデスがこれ、まあ、ファインプレイして、まあ、ゲッツーを取ったっていう、うん、絶対絶命のピンチでゲッツーを取った場面なんですけど、これも、ワンアウト1、2塁で、山田選手ね、今日2塁で2本打ってるんですよ。めちゃくちゃ状態いいんですよ。で、センターのね、フライで、フェンスがこれやとしたら、もうここなんですよ。ここでバーンって取って、ジャンピングキャッチして、で、それで2塁ランナー飛び出せたんで、ゲッツーになったんですけど、これ、ヘルナンデスね、もちろんナイスプレーです。もちろんナイスプレーなんだけど、これ村上選手ね、二塁ランナーの村上選手が、ちょっとダメというか、ちょっとなんか、走塁下手やったんですよね。で、なんでかっていうと、村上選手、ランナー二塁ランナーで、山田選手がね、フェンスのね、言うたらまあ、ダイレクトの飛球を打ってるわけじゃないですか。で、まあ映像見たんですけど、まあハーフ、なんていうの、ハーフウェイで、その、もう、なんて言うんだろう、サードベースの手前ぐらいまで行ってるんですよ。で、そこまで行ってたら、例えば、ヘルナンデスがジャンプしてから取ったのか取ってないのかっていうのを判断してからでも絶対変えれるんですよ。うん。だけど、村上選手は、この、ヘルナンデスがジャンプをする前に、あ、もう抜けたやろうと思って走り出したんですよね。うん、だから、二塁ゲッツーだったんですよ。だから、ああいう時っていうのは、よく言うじゃないですか。今のは、帰れませんでしたねとか、よく言うじゃないですか、実況とかね。だから、あんだけハーフウェイ取ってるんだったら、なんて言うんだろう。もう抜けてからというか、もう打球が落ちてからでも、絶対帰れるんですよ。いくら足遅いやつでも。うん。だから、あそこは一瞬、本当に 0.5 秒ぐらいだと思うんですけど、村上選手の判断が、早いんですよね。うん。あ、もう最後まで見ずに行っちゃってるから、だからゲッツー取られるんですよ。だから、
うん。まあそこはね、ヘルナンデスのファインプレーっていう感じで見出しでは出ると思うんだけど、報知のね、新聞とかで出ると思うんだけど、はっきり言ってね、村上選手の走塁ミスですね。これはっきり言うとちょっと厳しいかもしれないけど。うん。だから、ヘルナンデスはよく取ったけども、ジャイアンツの選手がもしああいう場面になった時は、絶対に、打球が落ちてからというか、もう、落ちてフェアなのか、もう取られてアウトなのかっていう分かってからスタートしても絶対ホームセーフやから、ああいう判断はしないでほしいなと、ジャイアンツの選手はね、思います。はい。で、7回表ね、これ高梨さん出てきた時なんですけど、これね、先頭の西川選手を、これファーストゴロで、アウト取った場面なんですけど、これね、高梨選手がパーン投げて、で、それで、ファーストゴロやから、ピッチャーカバー行かないといけないんですよ。で、行こうと思ったんですけど、ちょっとくじいたんですよね。足をパーンってくじいて、こけそうになって、そっから、もう一回走って行ったんですよ。だから、西川選手も足早いから、もしかしたら内野になるかもしれないと思って、最後、ボールをね、ファーストの大塩さんからもらってから、最後、スライディングしたんですよ。ファーストベースに向かって。で、高梨選手も怪我なかったし、西川選手も怪我なかったんだけど、やっぱり、それぐらい執念が出てるというか、もしかしたら万が一、怪我してたぐらいの可能性もあるプレーなんですけど、でもそれぐらい、左を抑えるっていうところでね、欠けてるピッチャーだし、自分がこけかけてね、それで内野安打なりました。で、それでなんかまた打たれました。逆転されましたっていうのをね、絶対やらないっていう、もう強いハートというか、強い意志がすごく見えたんで、だから僕、高梨さんが好きなんですよ。うん。だから結構冷静に投げてるように見えるんだけど、こういう一個一個のプレーがすごく、熱いというか、そういったところが非常に、素晴らしいなと思うし、よくやってくれてるなと思います。で、最後、まあ、8回表、これ、ワンアウトから、これ、ケラー投手ね、行くんですけど、昨日サンタナにホームラン打たれてるんですよ。カーブをね。センターバックスクリーンの横に打たれてるんですよ。で、安倍監督とか結構こういう采配とか好きなんですけど、大体打たれたやつとか、に、もう一回同じピッチャーぶつけたりとかするんですよ。うん、しがちなんですよね。だからそれは、多分、なんか、やられたまんまで終わんなというか、やり返して、で、それで五分にして、シーズン長いからね、そういった形でやっていけっていうこと、いうとこだと思うんですけど、もうこれ典型的なね、采配でしたね。で、昨日カーブをホームラン打たれてるから、まあストレート中心の配球になってたんだけども、まあそこもね、最後ね、勝負しに行ってはいったんだけど、最後ギリギリボールになってフォアボールっていうところで、でも今日のそういう姿勢はね、非常に良かったなというふうに思います。逆に変化球行って、もう一回また打たれたりとかしたら、なんで変化球行くねんとか、お前昨日打たれたの忘れたんかとかいう話になってるんだけど、まあ、ありきたりなリードやったかもしれんけど、昨日変化球で打たれたんやったら、もう今日は絶対まっすぐで抑えたんぞっていう、ようなね、同じことは繰り返さへんぞっていうね、ところはすごく見えたんで、そういったところは、まあ、安倍監督の采配もそうだし、まあ、岸田選手のね、この、配球というか、まあ、フォアボールになっちゃったけど、そういったところは、良かったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、いろんな本当にアクシデントというか、いろいろありましたけども、まあ、なんとか勝てたのがね、すごく良かったと思いますと。で、僕的にですね、まあ、ミスにつけ込んだ1点もそうだし、まあ、ヘルナンデスの素晴らしい、ホームランの後にね、しっかりその後に追加点を、やっぱ連続タイムリーというか、連続2塁打でね、取れたっていうのが非常に大きかったなというふうに思いますし、まあ、中継ぎもね、よく、頑張ってくれたなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ、1勝2敗というところで、今回のカード負け越してしまいましたけども、まあいろいろね、ここに書いてますけども、いろいろ試してる中でね、少しずついい形が見つかってくるといいのかなというふうに思いますんで、これからもね、ジャイアンツを応援していきたいと思いますんで、ぜひね、皆様、思ったことであったりとか、なんか要望なんかありましたらね、コメント欄でよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。